民よ暴落を恐れる救世主チャンネルワットが含み損解消宣言発動いたします今回は SBI アセットマネジメントからなかなかいかついファンドが登場しました SBI マンリキッドトレンドファンド相性リキッドトレンド絶対収益追求型というファンドになってきますなかなかインパクトのある名前なんですけどもズバリハゲでも下げでも収益を追求する分散投資信託になってきます恋よ暴落 相手してやるよ。SBI やセットマネジメントが。という感じで行ってみましょう。最初に少し宣伝。LINE の方でも速報とか、ちょっとした投資の小ネタ、動画にするほどじゃないようなネタを配信しております。まあ、僕のチャンネルたまに見てくれてる人、こっちの方でもですね、それなりに有益なものを発信しようと思ってますんで、ぜひ登録の方お願いいたします。ちなみにこの動画についてはですね、僕の LINE でチャットしてる投資家の人から、あれ面白そうな投資信託出たから、パチスロなんかしないで早く動画作れよと言われて、 調べてみたらお、結構まあ悪くないかなと思ったんで、動画にしようと思いました。チャットでですね、みんなからのリクエストもガンガン受け付けております。このファンドのですね、5つのポイントというところを最初に話しちゃいます。まずは、有名運用会社の伝統を受け継ぐトレンド戦略を取っているところ。そして、伝統的な資産との低い相関性。そして、市場での下落局面でも収益の獲得が可能であるというクライシスアルファ。これを追求していくところ。そして、長い実績を誇る。 運用商品を低コストで提供すること。最後に、世界株式との持ち合わせで運用効率が改善するというような内容になっております。それでは、リキッドトレンド、中身見ていきましょう。まず、このファンドはですね、僕たち投資家っていうのが販売会社 SBI にお金を預けて、ここからですね、SBI マンリキッドトレンドファンド、ここにお金が入ります。ここからさらにですね、フィーダーファンド、 マスターファンドというところを経由して最終的に先進国新興国の先物取引、債券、コモディティ、ここら辺に投資をするっていうような投資選択になってきます。 申し込み期間なんですけども、8月1日から8月の15日までとなっておりまして、SBI 証券で申し込むことが可能になっております。具体的にじゃあ、どんなものに投資するのかっていうところなんですけども、まず債券としては、ドイツ、イギリス、米国の国債になってきております。信用格付け高いところをしっかり抑える。そして通貨としては、オーストラリアドル、カナダ、ユーロ、日本、ニュージーランド、スイス、イギリスということで、結構分散されておりますね。株式についても、DX、ユーロストックス、グッズイ100、 トピックス、ナスダック、ラッセル、そして S&P500 という形になってきておりますので、全般にカバーというところになってきております。そしてコモディティ。これについては、ブレンド原油、WTI の原油、金、銀、銅というところを手広くカバー。コクモスとかは特になさそうですね。では、実際コストどれぐらいなのか。なんかこんなですね、複雑そうなファンドって、正直コスト高いんでしょうと思っているそこのあなた。ズバリ正解です。高いんですよ。 でも、僕のチャンネルの人なら知ってますよね。まずコストありき。これはですね、マジでやめた方がいいと僕思っております。まずコスト系投資家、アンチチャンネルのワットです。では実際どれくらいコストかかるのかというと、まず SBI アセットマネジメントとか、証券会社、今回の場合 SBI 証券などに販売するコストがこれだけ。そしてそれにですね、投資対象のファンドにかかってくるのが年0.58%。この2つをですね、合計しまして、 実質的な負担額としては税込みで1年間で0.998%程度、1%という値になってきます。これ見て高いと思うかもしれませんけれども、それでもこのファンド、魅力的なところもあるかもしれません。実際のですね、投資成績についてもここから見ていきましょう。まず、このファンド、投資戦略としてはトレンドフォロー戦略というものをとります。これ何かと言いますと、上げ相場でも下げ相場でも利益の追求が可能な運用戦略。 一般的にファンドって市場全体が下げてるときって、もうひたすらダメージを食らい続けるしかないんですけども、そこでも利益を取っていきますよという形になってきます。そして、分散投資も行っていくというところなんですが、分散と聞くと皆さん、株と債券というところがですね、王道的な分散投資として、なんとなく頭に思い浮かぶんじゃないでしょうか。でもこれ、もう古いんですよ。こちら、株式と債券の相関性、分散効果を示したグラフになります。横軸軸がが、になってて、いまして縦軸が 相関係数になってきますこの青色の棒がですね上に伸びているほど株式と債券の相関が高かった年になってきまして相関性が高いってことはつまり同じような動きするんで分散効果が低くなります逆にこの青色の棒がですね下に伸びている時っていうのは 相関性が低い逆の動きを取るんで分散効果は高くなってきますじゃあ過去どんな感じの相関関係を取っていたのかと言いますとまず1975年から2000年ぐらいまでの間金融市場では株式のリターンと債券のリターンの相関係数っていうのはプラス域になってきます株価が下落すれば債券価格も下落したんで分散効果ってあんまりなかったんですね一方でこれ2000年以降の20年間っていうのは相関係数かなりマイナスを推移してまして 債券と株式を保有することで分散効果が発揮されました。米国では60対40の割合で持つオートフォリオっていうのがめちゃくちゃ優秀ということで、6040戦略っていうのはかなり広く浸透しておりました。しかし、<年> <laughs> コロナショックを機に株式と債券の逆相関というのは終焉を迎えました。 2022年ではですね、株式と債券が同時に下落相関係数はプラス域に再浮上金融市場の先行き見通しがですね、かなり不安定になった時代がやってきまして今までの運用手法っていうのはもう古い新たな分散投資の手法っていうのが今求められてるんですねもうこの株式債券の投資戦略っていうのは完全に終わりを告げたと言ってもいいのかもしれませんそんな中ですね複数の資産に投資をしながら絶対収益を追求していくってファンドになってきておりますでは 具体的なですね、ストラテジー見ていきましょう。マンシャがですね、伝統的に受け継ぐトレンドフォロー戦略、上げでも下げでも収益追求ということなんですけれども、人間の行動バイアスを100%排除したシステム運用になって,なって上昇トレンド期間を買い持ち期間、逆に下落トレンド期間を売り持ち期間として、ですね、どちらでも利益を追求していく。トレンドが転換するタイミングでちょっとだけ損失が出るんですけれども、すぐに逆方向にポジションを転換していくっていう戦略になります。 上昇トレンドの場合は、ここら辺で買い持ち、ロングポジションを取りまして、トレンドが転換したタイミングでしっかり売って利益を出す。逆もしっかりで、下落トレンドに入ったらすぐにショートポジション持って、で上昇に転じてしばらくしてすぐにショートポジション解消するって感じになります。では、続いて、アセットの分散について見ていきましょう。はい。こちらですね、リキッドトレンドの戦略っていうのが、他の伝統的なアセット。 日本株式、外国株式、米国株式、新興国株式、米国リートに世界債券、新興国債券、コモディティにゴールド、それらとの相関性を示しております。相関係数っていうのは1が最大、マイナス1が最小になってきまして、マイナス1に近づくほど逆相関になりますけども、このリキッドトレンドっていうのは、こうやって見てみると、一番数値が高いものでもゴールドの2.0ということで、一番近くてもこれって感じになってきまして、 かなり相関性がないと言えます。例えば、999と VOO とかだったら0.9とかそれぐらいの値になっちゃうんですけども、これを見るとですね、このリキッドトレンドっていうのがどのアセットともうまく分散できてるっていうのがわかるかと思います。では、このファンドが暴落局面でどれぐらい利益を取っていけるのか、クライシス、この局面について見ていきましょう。データとして紹介されていたのが1998年からの暴落のタイミング。一番すごい結果を出してたのがこの IT バブル崩壊ですね。 世界株式マイナス40%の中、なんと84.9%。リーマンショックの時マイナス50%に対して29.3っていう感じで、唯一ダメだった時でも貿易摩擦の局面でマイナス12.9に対してマイナス6.1という成績になっておりました。全体的にめちゃくちゃ優秀になっております。こんな風にですね、26市場に分散投資していること、金融危機における収益、アルファ獲得の可能性を示す クライシスアルファ戦略を取ってるという、そんなファンドになってきます。名前がかっこいいと思ったあなた、ぜひ、このファンド、チェックしてみてください。じゃあ、バックテストどれぐらいの成績だったんだよというところを見てみましょう。今回データでは、1998年の6月末から紹介されておりました。世界株式はですね、この期間、6倍に増えたんですけども、リキッドトレンドは2456というような、驚異のリターンを出しております。これ、数値で見てみると、ドルベースで年率が13.2%。 ナスタックとかに近いような値だって、ナスタックとかに近い値ですね。円換算でも13.6%という非常に優秀な値をとっております。ただ単純にですね、リターンが高くてもリスク高かったら結局それってレバレッジ商品とあんま変わらんじゃんって思うかもしれませんけども、この運用効率についても見てみましょう。えー、こちら横軸がリスク、縦がリターンになりますんで、いくらリターンが高くてもリスクが高い。右上になってたら意味がありません。左上にあればあるほど運用効率が良い。 右下にあるほど運用効率が悪いと思ってください。米国株式に比べてですね、リキッドトレンドはどちらかというと、リスクは一種だけどもリターンが高いと。そんな結果になっておりまして、これを見る限りは高い運用効率、発揮してくれそうなファンドになります。さて、とはいえ1%、さっきから引っかかってる人いるかと思うんですけども、改めてこのコストについてですね、相場と比較してみましょう。やっぱりですね、絶対値で見るんじゃなく、相対値で見ることが大切。こういうオルタナティブ運用商品の一般的な信託報酬って、 固定報酬2%で成功報酬20%取ってくるというのが一般的になります。資産に対して2%とプラスだった成績の20%をもらいますよという感じが多いんですね。これに対してこのリキッドトレンドっていうのはまあ1%ということで、このオルタナティブ商品の中ではズバ抜けて安いということを紹介されておりました。で、こんだけのコスト差が出てくるとどれぐらいのリターンが出てくるのかっていうのをこんな風に示しております。まあ、円ベースとドルベースで示してまして、実践がですね、 円換算ベースになってきます2024年3月末まで運用するとなんと1998年6月末から26倍になってきて一般的なこういうオルタナティブ投資に比べるとコスト差でめちゃくちゃ差が開いてくるよっていうことが紹介されておりましたということで、まあ、1%的に高いように思うかもしれませんけども過去の実績と運用方針を見たらまあ相場よりも安いんですよっていうところになりますではではさらにですね単純なコストだけじゃなくていろんな成績をですね ルイジとまではいかないんですけども、皆さんもよく耳にしたことがあるファンドと比較してみましょう。まず一つ目が EMAX SLIM バランス発資産均等型です。このファンドはですね、国内株式、先進国、新興国の株式、そして国内債券、先進国債券、新興国債券、国内と先進国のリートに投資するというようなファンドになってきます。この歴キ入ってこないところがちょっと差にはなるんですが、オレンジがオルカンになりまして、青色になります。 2017年ぐらいから登場して、今のところプラスの60%ぐらいというところになってきております。リキッドトレンド、さっきのリターンちょっと見てみましょう。だいたい2017年ぐらいが1200ぐらいだとして、現時点で2600ぐらいということで、まあ、こちらはですね、2倍には到達してるかなということで、プラスの100%ぐらいは十分出せてるんじゃないでしょうか。そう思うとですね、8資産均等型よりもコストは高いですけども、優秀な感じはします。そして、 AI 運用といえばやっぱりウェルスナビでしょう。わかりやすい UI、そして任せておける安心感って意味では結構投資初心者の人には向いてるんじゃないかな。コストはね、1.1%くらいでちょっと高いんですけども、こちらもですね、米国株、日本や欧州、そして新興国の株式、債券、金、そしてリードに投資できるという本当にバランスの取れたサービスになってきます。ウェルスナビについては1992年からですね、22年の1月までのリターン成績が出てます。 こちらは積み立てなんですけれども、その結果ですね、資産というのは3.3倍に膨らんでいるというような結果になっておりました。積み立て投資をすると単純にですね、一括投資に比べると、リターンが当然落ちてはしまいます。リキッドトレンドは1998年から2023年まで、かつで26倍。ベルスナビだと92年から2021年、積み立てで3.3倍。これを一概に比較するのも良くないと思いますけれども、単純なリターンというところでは、やっぱりリキッドトレンドの方が優秀って感じしますね。 もうこんなんだったらベルスナビしなくていいだろうと思っちゃうんですけれども、それでもですよ。いやーやっぱりね、ベルスナビってめちゃくちゃいいサービスだと思うんですよ。はい。あのー、ね、やっぱり素敵じゃないですか。はい。まあ皆さんもね、AI 運用だけじゃなくて、I 運用してみませんか石原さとみ大好きチャンネル、ぜひ登録の方よろしくお願いいたします。さて、 ではですね、このリットトレンドなんかいろんなアセットに投資できる。そして分散効果高いリターンがある。じゃあもうこれ一本で任せていいのかっていうところ。もちろんこれ一本でもいいと思います。その他のファンドと組み合わせてもいいでしょう。今回特別ページではこんな風に世界株式との相関っていうのも書かれておりました。数値としてはドルベースでマイナス0.13%円ベースで0.2%とこれも十分な分散効果になっております。じゃあ世界株式と どれぐらいのウェイトで持ち合わせると最も運用効率がいいのかっていうところ、これについても検証されておりました。はい、皆さんよく見る謎の関数になります。見方簡単でして、まず右下の世界株式100%。このデータは確かオルカンじゃなかった気がするんですけども、これを100%持ってると、年率のリスクが16.5%ぐらい。一方で、期待リターンっていうのは7.5%ぐらい。ヒットトレンド100%だと、 リスクっていうのが15%ぐらい、一方でリターンっていうのは大体13.2%ぐらいになってきます。ただ、これをですね、リキッドトレンドに少しずつ世界株式の割合を高めていくと、リターンはじわじわと下がりながらも、リスクが大きく下がっていきます。そして、リキッドトレンド6、世界株式4の割合で持つこのあたりでですね、最もリスクが小さく、リターンが高いという、そんなポジションになってきます。ということで、このリキッドトレンドと世界株式を6対4で持つと、 シャープレッショ値としては1.12最もですね、運用効率が良くなるというようなデータが出ておりました。もちろん未来のね、市場によって大きくこの結果って変わってきますけれども、なんとなく、オルカン1本で持ってる人、株式だけじゃなくて、債券やコモディティに投資をしてくれる AI 組み込んでみてはいかがでしょうか特に今、オルカンだから大丈夫だと思って投資してて結構暴落で精神的にやられてる人は、一度チェックしてみてください。ただ、過去すごいっていうのは分かったんですけども、 あとはこれからの実績。必ずしも今すぐ買えとは僕も思っておりません。ファンドの性質を理解してこれから実績をしっかり見ていきましょう。で、どんな人がいいのっていうところ。これもですね、僕なりに考えてきました。まずは20代から30代。リスク取れるよっていう人。そして、ショートポジションでの投資に魅力を感じている。下落相場で何もできない。 資金がないけどショートポジションでちょっとでも下落幅抑制したいと思ってる人とかには結構いいかもしれませんねそして逆にですね50代以上でそろそろリスクを下げていきたい株式1本だとちょっとなぁと思ってる人こういう人もこのリキッドトレンドは組み合わせ次第でリスク下げてくれますオルカンだけじゃなくてちょっと組み込んでみてはいかがでしょうかコストも高く投資戦略もなかなか癖のあるようなファンドが登場しました今ちょうど市場がですねかなり弱気になってるところ このリキッドトレンド、まさに試される局面でのローンチなんじゃないでしょうか。バイヤーしたいけれども最近ちょっと厳しそうだなと思ってるチャンネルの皆さんに少しだけ PR。今、バットが視聴者に音読してほしい本。令和6年8月第1位。 世界一堅実にファイアする米国株投資という書籍。この書籍はですね、ファイアを目指す人だけじゃなく全ての人に読んでほしい、そんな書籍になっております。書かれてることってめっちゃ基本なんです。正直なところ、1億回ぐらいみんな見たことあると思うんですけども、それをなぜ今改めて読むのか。それは2024年の初めにみんなが考えた、ファイアを目指すためのビジョン、堅実な積み立て投資、それっていうのがこんな下落してる相場、 こういう時でも淡々と守ること。これが一番大事なんですよっていうのを改めて教えてくれる内容になっております。もう僕の動画でゲットした人、今日、そして今が本当に読んでほしいタイミングになります。ぜひ読んでみてください。申し込み方法めちゃくちゃ簡単。QR コードスクリーンショットを撮っていただくか、概要欄のリンク、飛んでいただきまして、こちらの緑色のボタンタップしますと、チャット出てきますんで、必要情報を入力しますと、PDF、メールで送られてくるようになってきております。さあ。 日経ももうあり得ないぐらい下がってるこの局面。僕は魂の入金チャンネルのチャンネル運営者としてこれからもバチバチに戦っていこうと思います。さっさばしばき合いゲーム、一緒に頑張っていきましょう。そして株式って思ったよりも下がるなと思った人、こういうですね、コモディティ債券に投資、そしてショートポジションも取ってくれるようなファンド、組み込んでリスク低減、これも心がけてみてはいかがでしょうか。少しでも参考になったよという人、よろしければコメント、高評価、チャンネル登録、お願いいたします。 最後までご視聴ありがとうございました。